Psycho!
One, fight! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Thank you.
1, fight! Round 2!
ン、はい、よし、はい、we'll be right back.
Round two, fight!
こんばんは。じゃあ20回四季の細道そろそろ始めようかなって感じなんですけど、今セロテープさんがちょっと確認に回っておりますが、今日はどんな感じなんだろう。今日も毎週ありがとうございます。いつも今日は全然関係ないんですけど、ヴァンパイアハンター1台稼働してます。まあ、ちょっと今から稼働してるんでどうぞとは言えないんですが、なんかもしかしたら必ずじゃないんですけど、ヴァンパイアハンターが動いてる感じなので、まあ私好きなんですけど、まあでももしやられる方いたら遊びに来てください。ありがとうございます。今日は、はい、今日は13名様ということですね。でもいつもありがとうございます。13名様すごいですね。私本当すごいと思うんですけど、round 2 fight
Round 1, fight!
じゃあ今日はいつになくまったりやってますが、準備がもう少しで終わるので、順次始めていきたいと思います。第20回式の細道よろしくお願いします。ちなみに1周目最初のお二人ですが、シャルさん DJ 対
セロテープガイルが最初です。その次川島さん、グチさん、ユリチさんと続きます。よろしくお願いします。はい、じゃあもうすぐ準備が終わるので、その対戦が終わり次第、配信台開けてください。よろしくお願いします。最初グーじゃんけんぽい。シャルさんどっち側が 2P で、セロテープさん 1P で、はい、はい、あ、じゃあ第1試合シャルさんの、あ、第10回、はい、第20回、はい、月のハサミチ始まるよ始まるよ、はい、パチ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 
試合、はい、シャルさんの DJ とセロテープガイル、はい、さんがなかったセロ様ガイルです。あ、今の試合終わったらもうじゃんけんしてどっちか決まってるようですね。ここでちょっとマイクを今日は久しぶりに持たせて、私ごときが じゃあ第1試合シャルさんの DJ と、はい、第18回チャンプセロ様のガイルです。第20回栄光の 20s 式の細道始まります。わー、パチ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 。20回目かどうかちょっと正確さ分かりかねますが、シャルさん初参加ですよね今回。そうですね。今日は新しいメンバーが非常に多いというか、はい、そうですね。ちょっと今日もう始まるのかな、もうすぐ試合が始まります、はい、少々お待ちください。そういえば今日ハンターがちょっと1台入ってまして、もう早速そうですね、 X のその大会の間にぜひハンターも遊んでいただければと思います。ちょっとちらほらもう遊んでいただいちゃったりなんかして、X プレイヤー結構ハンターもね結構遊んで、あーみたいですね。うん、面白いですね。まあ私はリアルタイムの時にちょっと X がちょっと難しくって、あまりちょっとスーパーでちょっとスト2をあまりやらなくなってしまって、速度が遅くなったがゆえに、それでまあ X 乗り遅れちゃってあんまやれなくて、ハンターばっかりやってましたね当時。へったくそでしたね。まあ好きだ好きだ。あ、始まります始まります。さあ、はい、チャンプセロ様の、ガイド初めて見ますね。あの大会では初めてじゃないですかね。あ、そうです ね。おお、今のすごいすごい。さあソニックソニック。さあこの DJ とガイドはこの球の打ち合いがものすごく我慢の試合っていうか、そうです ね。あんまりちょっとガイドは本当にソニックを打って待ってリフトアッパーかみたいな、神経ものすごい使いますもんね、はい。あ、なんかさ、でもセロ様すごい攻めつつ、攻めてます、ね、めっちゃ攻めてます。セロ様がかなりこれは有利すごい攻めてます。うわ、チャンプセロ様がね絶好調のこのセロ様。おお、しかし、しかしシャルさんの DJ も今の蹴り良かったですね、はい、残り20、まだこれは分からないの。ちょっとね、ここどうなるんだ。あ、今のいいですね。おお、すごい、これは今のシャルさんも素晴らしいですね。シャルさんが1本取って3、4目ですね、はい、あ、今のしゃがみ中パンチからのソニック良かったですね。セロ様これパシパシパシと決めて、お、今ソニックやって飛んだところうまくセロ様ガードしてる。さあウリアウリアウリアソニックとウリアソニックと打ってる。あ、このパシパシ、あー今の、あーでもセロ様すごいガードしてる、素晴らしい。あ、しかし当てるシャルさん素晴らしい。さあソニック、ソニックと球の打ち合い。さあまだわからない、セロ様頑張れ。あー今の飛び蹴り、あーシャルさんが一人抜きです。そうですね、ちょっとというわけでカーシムさんの、あ、 DJ 対 DJ あんまりここでは見ないかもしれないですね。 DJ DJ はあんまり四季の細道では見ないかもしれないですね。じゃあ次やばいのはチャンプが5、6回ソニック打てなくて死亡ということを今ここに来て そういうキャラですよね、ガイルって淡々と。川島さんの DJ も、シャルさんの、あの DJ ですね。もう3人ですから。青い方が、川島さんですね。そうですね。黄色的な色が、シャルさんですね。川島さんの DJ も、かなり、はい、攻めてる形で非常に強い形となってますね。いや、この DJ、DJ ってなるともうガイル、ガイルとはまた違った攻防ですね。もう手と足の攻防が非常に、見てるこっちも神経が結構です。パパチパチパチ、あー今のうまい、ガードうまい、転ばせる、パシパシパシっとね、いける。さあお互い同じ体力、
あ、今のカシムさんが前に行ったところをシャドさんがうまく転ばせてる。これはちょっと時間がないか。あと5秒。ああ、素晴らしい。シャドさんが1本取って、さあこれで、3本目ですね。足の伸びが怖い。しかし飛び込みをうまくガードする。しかしと、おっと今ここで、さあここで、あっと安い、あっとタイミングが悪かったか。ここで引いてやって、そこでしゃがみ蹴り、崩れるんですねあれね。おーおーすごい。川島さんですね。で川島さんが、シャルさんを破って一人抜きですね。次が、グッチさんの、ダルシムですね。グッチさんも、ダルシム最近で見る機会多いですね。さあこれめくりを入れて、さあこれそのうまくガードする。パーシブさんのそのもうダルシム使いなんで、その対策的に、おーい、ドンピシャ、ドンピシャっすね。おー、素晴らしい。もうパナシーミのジャック、さあ4名、さあここファイヤー、ファイヤー飛んでるところをダルシムとしては手足を泥臭いところだが、DJ の川島さんがうまく距離を離しながら、うまくいいんですけど、そこからどうやって、あー今のそばとの今で手で当てたのがうまいですね。パッと見ライブダルシムと似てる感じもするんですけど、ええ、DJ の通常技が強いのと、あとこのソバットカーニバルは結構遠くても全部つながる。あ、判定的に非常にでかいっていう。そうですね、なんかダルシムにはカス当たりしにくい。あ、しかし今のキル、さあまだあとけん、ダルシムの牽制技にああいう風に技振っておくと相打ちが取りやすい。今のこういう面ですね。すごいですね。あ、素晴らしい。川島さんこれで、2人抜きですね。次がユリッチさんのチュンリーですね。ユリッチさんのチュンリーになります。お、同じチュンリー、ユリッチさんのチュンリーと、カシムさんの DJ ですね。さあこのチュンリーと DJ もどうですかね。そのこのチュンリーと DJ という部分だとチュンリーも有利にように見てても、この DJ のこの足の判定が非常にでかいんで油断はならないっていうか、 DJ は一発がありますからね。一発からのコンボが、ね、ベガと似たようなタイプですよね。おーすごい、ユリッチさんのチュンリー素晴らしい。で今日はユリッチさんはこうチュンリーチュンリーでいくという、チュンリーはやっぱり機動力ですよね。おゆ、これはすごいですね今のね。出てたのに投げちゃうみたいな。ライト、さあユリッチさんのチュンリーがバシ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 と攻める。さあ気候圏、おお、今の後ろに下がりながらこうやって気候圏ちゃんと踏ませるテクニックですよね。あ、もうこれはもう決まりましたね。戦列が入ってましたね。さあ次がネロさんのガイルですね。ガイルチュンリーってどうなんですかね。ちょっと自分分かんなくて。いや、チュンリーはチュンリー有利じゃないですか。チュンリー有利ですかね。まあまあまあ、四強の素人目で僕は。そうですね、4強の一人ですからね。かたら決してね、勝負は分からないですかね。この飛び込みがうまく当たればね、どうなるか。さあキャラ差はあると。ありますよね。まあ、ガイルってそんなに強くも弱くもないキャラなんで、万能系。そうですね、中間地点にいるはず。そうですね、さっきの DJ および竜もそうですけど、万能キャラという意味ではこのガイルも、ね、はいはいはい、そうですね。あ、今のチョキ食いです。あ、しかし出してしまって、これユリッチさんの今の誘いですかね。あ、こういう誘いがユリッチさんのすごいところですね。そうですね、元気キック刺していきましたね。
でももう X 出た時からチュンリはこの、ね、歩き戦列が強烈でしたよね。そうですね、もうこれはもう何十年と変わらないですね。さあここで蹴りパンチをして、さあ この相手側からするとこの速い手足以上に投げが怖いんで、その戸惑いますよね、どっちが来るんだろうと。そうですね、このユリさんのこのチュンリはこの何気にこの返しですね、こういうところはうまいですよ、ね、あしかし今のネロさんのこのガイド今良かったですね。今のあさあ飛び込む、あしかし投げる。さあそこでユリさんが攻める。さあこれ一瞬間置いてやるところ、ネロさんのガイドがうまく冷静にこうやって中キック出して、さあフィニック、さああ今のガルビですね。さあまだ分からないぞ。さあまだ14秒だ。まだこれ分からない。ああしかしここで飛行券出して、ユリッチさんが2人抜きですね。次が誰、ピロシさんですね。ピロシさんピロシさんのホンダですね。ピロシさんは初参加ですかね。ちょっと僕ごめんなさい、来てましたかね。ちょっと私ここで会ったのは初なんですが、もうあれですよね、フォックスではすごい活躍を見せた、あフォックスですよね、あフォックスじゃないです、ごめんなさい、その前のエッソですかね。ホンダとこのチュンリーだと、まあ、同じ旅キャラっていう部分でもまだこれはまだ分からない。いや今の中キックやばいですね、素晴らしいですね。しかしあ今のピロシさんのこの手張り手良かったですね、ジャックパンチ良かったですね。あー今のは惜しい。あーちゃんと今のはユリッチさんが対処して、これ多分ホンダが有利どうなんですかね、なんはずなんですよね、近づいたらなんですけど、でもチュンリーは一度距離離したらもう、ね、近づけなくなっちゃうんで、でもピロシさんのこのホンダもうまくこの今ガードしながらついてて、まださっきやったことで、あこれまだわからない。さあ気候圏のところをうまく攻めてて、あーしかし戦列が一番浅い。さあここからあー今のは誘ったんですかね、すごいですね、うん、さあここからホンダのタイムか。さあこれさあさあここでセッカーをやって、さあこれあーしかし今の天照客ありますね、素晴らしい。これでユリッチさんが3人抜きですね。続いて次がノブさんのガイルですね。ノブさんは最近ガイルよく使われる形なんで、これもまた、注目のカードですね。さあノブさんのガイルとユリッチさんのチュンリー、あー今の開幕ソニックですね。さあこれ蹴りをやって投げる。さあ中キック飛行拳、そう投げる。さあ中キック飛行拳、これはもう早くもユリッチさんのチュンリーがかなり精神的に有利なところ、今の飛び込むところの冷静にキックを入れて1本取りました。さあ2本目、さあ飛び込んで今の飛び込みのところうまかったですね。しかし今のノブさんの、あー今のが飛び込み良かったんですかね。しかし投げる、しかし受け身はいい。さあ気候圏中キック大キック、さあそこであ今のソニックいいですね。さあここからどうなる、あしかしこれはめくりが届かず、ユリッチさんがこれで3人抜きですね。次が友座さんの、ブランカーですね。ブランカー友沢さんもブランカ最近ね、前からよく使われていて非常に強いんで、この組み合わせ面白いです。まあチュンリー有利には変わりないですけど、このジャンプの軌道のスピードの速さという部分ではブランカとチュンリーあんまり変わらないんですかね。ですね、チュンリーの方がふわっとしますね。あさあ友沢さんに頑張ってほしい。あ今のも立ち良かったですね。あしかし転生曲今のジャクパンで飛ぶのが強いんですよね、ブランカで。まあ、ただチュンリー有利には変わらないんですけど、あるかもしれない組み合わせなんですよね。しかし今のトモサさんの動き非常に良かったんで頑張ってほしい。そうですね、さあこのユリッチさんのこの今後ろに下がりながらこうやってパシパシだって気候圏でこうやってゲージを貯める、この辺がユリッチさんの強さですね。完璧ですね、対策が完全ですね、ユリッチさん。中パンチ気候圏、これで距離離されるだけでだいぶきついんですよね、ブランカ。今のトモサさんこの下段のこの選択肢良かったですね。角がそうですね、まだ一度も噛んでない、一度もないですね。どうなる、ブランカといえば紙ですよね。い
今の、おお、ローリング。さあここで、ああしかし飛びすぎましたね。さあまだわからない。おお素晴らしい。ナイス紙。ナイス紙で友澤さんが1本取りました。だね、弱キックで引っ掛けたいですよね、めくり際。ね、貢献。さあ初日客。そこで転生客、そこでパシパシパシッと気候圏、気候圏、ね、やっぱ中パンチ気候で前を取っていきますよね。さあパシパシとブランカはもう絶対飛ぶしかないですから ね、どっかしらで、ね、飛びを通してなんぼですから ね、そしてお互いゲージが残りほぼ同じだが、チュンリーがゲージが溜まってるんで非常に寄り地さん有利ですが、まだわからない。ここで、トモゾさんが、あさあトモゾさんもゲージが溜まってる。あったクライナーゲージいったが、今のゲージ、ね、うまいこと逃げましたね、垂直で。お自分ですね、頑張っていきますね。続きましてタタツトさんの竜ですね。山本さん、竜チュンリー五分ですね。力ですけど、どっちが有利なんですか。五分ですよ、五分。五分ですか。はい。じゃあこれはほぼ五分です。竜としてはどういう風に戦っていくのがいいんですか、チュンリーっていう。もう竜はもうとりあえず飛ばして落とす、これしかないですよね。波動波動勝利、波動波動の勝利に持っていきたい。じゃあこの最初もう、じゃあ基本気候章打たれてるときは波動で消していくスタイルなんですか。そうですね、いや下がれば消えるんで、あそこで消す、距離で消すのもありかなと思うんですけど、こうですね、昇竜拳。チュンリーの飛びはあの見やすいんで昇竜入りやすいんですよね。ただ転生客がそうなんですよね、油断するとこの戦列からがバカみたいに減るっていう。これあれですよね、あのパーフェクトからは死なないけど9割ぐらい減ってたら死ぬという恐ろしいダメな技ですね恐ろしい連続技なんで、パーフェクトからだと7割ぐらいしか減らないんですよね。やっぱ体力差があるときこそ余計減ってしまうみたいな、そういう技なんですか。いやいや体力差ではないんですよ、なんか知れないですけど、今ぐらいの竜だったら即死ですね。じゃあサムライスピリッツの怒りゲージ満タンの時の極上源十郎みたいな。ああそうっすね、あ死んだ後もパワー減ってるぐらい減るみたいな、ね、うん、そうなんですよね。ただ波動ですね、ナイス波動です。やっぱそうなんですよ、波動昇竜なんですよそう思ってます、基本は全然できないですけどねちなみに次山本さんチュンリー五分ですねやっぱ下中足振ってるチュンリーはやっぱ強いんですか。いやもう全然、あのキャミーもそうなんですけど、下中足速すぎて、あの昇竜でも枯れない。キャラ差、人性能ってことですか。ここからそうですね。あ、負けたら単純に弱いってことです。あ、そういうこと。大キャラはね、分かんないですよね。何が起きるか。何が起こるか分かんないし、果たして同キャラに強いやつがそのキャラ強いのかっていう、そういう話なんです。運もあるしみたいな。あと、チュンリーチュンリーなんかね、もうね、たくさん投げたり、戦列当てたやつの勝ちだから手数で勝負みたいな。手数なのかなやっぱあんま気候章打ってるよりは飛んで入ってっちゃった方がいいんですかね。まあ、とりあえずゲージ貯めて、先に貯めてで、先に有利な状況を作って戦列で仕留めるみたいな。山本さん、これ1勝した。お、さすがだな。もう結局ね、あとは流れでみたいな。結局これ別にね、連勝止まったところでまたチュンリーが残るんだから、なんかね、あんまり平和は来ないっていう、やっぱチュンリーっていうのはあんまこうちょっと若干場の空気を良くなくするキャラなんですよ。どうなんですか。あーっとパラシタが、あーえ、パラシが当たるか投げが通るかっていう今戦列抜けちゃったのが痛かったっていうね。蹴りもね、山本さんいいっすね。ちょっと山本さんのゲージがあんま溜まってない状態ですね。これユリッツさんも溜まっちゃうので、もうこうなるとこうなるとやっぱチャンプが強くなる。かなりもうかなりもうどうするのこれ、どうするの
すのが不気味とかいう感じですけど投げちゃおうかな、戦列打っちゃおうかなみたいな。あーっとやっぱこうなってしまう。ちゃんと強いですね。キャラ差はなかったんですけどね。ゆりちさんのチュンリーがこれ何勝目ですか。7連勝ここで、次が、ロードさん S 剣。気候ガードしちゃいますね。もうちょっと波動拳が欲しいところ。山本さん、これは S 剣っていうキャラ的にはチュンリーはどうなんですか。やっぱ投げ受け身ないから厳しい戦いになってしまう。そうですね、チュンリーのダメージソースは投げですからね。やっぱ受け身がないというのはかなり厳しいですよね。厳しいと思うんですよね。やっぱ投げ減りますもんねそうですねなんか下手したらチュンリーの通常投げってあれですよね、減らない時のスクリューぐらい減りますよね。そうですねいやいや、減る時のトマホークぐらい減りますよね。あ、トマホークじゃない、ごめんなさい、台風でしたっけ。そうですね、台風結構勝ったなって思って生きてること多いですよね。そうですねうっかりしちゃいますからね。結構そういうとこを見たことがあります。僕もそういうのやってる人見たことありますよ。あ、これ、トマホークさんいいっすね。うん、やっぱ完全無敵ですからね。やっぱ威力が大きいですよね。そうですね、上昇中の昇竜拳は投げ切れるんで、X 剣分かんないですけど、X 竜なんかは昇竜拳普通に投げられちゃうんで。ああ、そうなんですか。普通に投げで吸い込まれる。そうなんですよ、通常投げでもいかれちゃうんで。この体力差厳しいですよね。ゲージも溜まっちゃってるし。そうですね。続きまして、鈴鹿さんのダルシムですよ。鈴鹿さんも今日初な気がするんですが、ここでお会いしたのが初めてかなと思います。鈴鹿さんよくヘイにいらっしゃいますよね。あ、そうなんですね。自分ちょっとヘイあんまり行かないんで。あ、よくヘイで見かけてよく対戦してもらってるんで。あ、なるほどなるほど。バカみたいに強いっていうことしか僕は分かってないんですけど、ヘイでかなり長く座られてるイメージがあります。あ、そうなんですね、長っちりってやつですよね。あー、なるほど。チュンリーダルシムって本来はどういう感じ。いや、これ五分かチュンリー有利ぐらいな勢いだと思うんですけど、やっぱりね、何でもやり方があるみたいで、知らないとはめられて終わるみたいな。やっぱダルシムは投げはめとファイフレームはめみたいな形になっちゃうと強いですよね。そうなんですよね。やっぱダルシムはこうペシ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 当てていくスタイルっていうのがすごいんですよね。歩きすぎたか。スラストを誘いましたね。ここで連勝がストップで、ゆりちさんが8連勝でストップですかね。続いて、ポアトニーさんのホンダ。あっと、ピュアラされてしまった。しかし、ダルシムはそんなに強力な連続技が全くない。しかし、インフェルノで削りと。これホンダは近づきたいところですね。でも頭突きにはお釣りが入るはずなので、おっとピヨってしまう。モロぐらいで距離を縮めたが、インフェルノと。インフェルノ対空にも使えるんですね。ここで一周目がおしまいですかね。一周目がおしまい。二周目入りますね。二周目、グッチホーク。グッチさんのホークですね。
グチさんもいろんなキャラ使われてますね。あ、今日のプレイヤーズリストはツイッターに上がってますと、アートマークデートナーアンダーバーシキ、アカウントですと見てく、ツイッターの方を見てくださいということです。これグチさんのホークですね。グチホークですね。 S ですね。これやっぱりグッチさんのホークはゲージ貯めてダブルっていう形なんですね。そうですかね。ダブル狙いなんですかね。これね、ホークの例のやつができると多分全然有利でダルシム全く勝ち目がないはずなんですけど、やっぱりその形に持っていけないと厳しいっていうカードなんですかね。そうね。ダルシムはザンギとかホークとか例のね、当てて投げができる、完璧にできれば結構厳しいみたいで、もう一回こけて投げられたら詰んでしまうみたいな、そういう感じなんですか。そうなんですよね。起き上がりがタッチモーションになっちゃうみたいで、まあ、ガードさせられちゃってガードするなりして そのまま食らってしまう、うん、そうなんですよ。ただ、インフェルノで削った、ヨガファイヤーで削りると、ちょ若干インフェルノってちょっと吸い込まれる感ありますよね。あ、そうなんですよ。ガードバックとかがヒットバックとかが発生しないんですよね。そうですよね。寄ってっちゃう感じありますよね、うん、そうなんですよね。あれはちょっとバグなのか仕様なのかが不明なんですけど、すよ、ね、ひどいんじゃないかと僕は思ってます。若干真空空間が存在しますよね。そうですね。真空竜巻みたいな そんな感じですよね。ふってこうありますよね。そうですね。で続きまして、シャルバイソン、おっと、シャルさんのバイソンはなかなか式だと見られないですよね。そうですね。これバイソンダルシムはどっちが有利なんですか。全く分かんないですね。バイソンなんじゃないかって思うんですけど、ダルシムな気もしますし、やっぱダルシムは このぐらいの間合いになっちゃうとバイソンはゲージがあっても厳しい戦いになってしまう。そうですね。もうこの距離感とか、やっぱこの近い間合いの時こそバイソンはやっぱチャンスなんですかね。そうでもないんですか、ね、いや、バイソンは打撃キャラなんで、やっぱ打撃が当たる範囲がいい間合いなんですね。いい間合いなはずなんですけど、やっぱこの作られててこの距離感になっちゃうとやっぱり厳しい戦いになる。そうですね。ちょっと離れるとやっぱりダルシムの方が絶対届くんで。そうですよね。と思うんですが、だいぶ適当なこと言ってる可能性もあるんで。ちょっとね、やっぱりこういう形になっちゃうと結構厳しいですね。そうですね。ヨガハメの形に持ってかれちゃうとってところですよね。続きまして、そうこいてるうちに鈴鹿さんも連勝がかなりですね。ユリッチさんのチュンリー、あれもう一度ユリッチさんのチュンリーですか。これユリッチさん今日はチュンリー2体、山本さんもチュンリー2体ですか。あれちょっと待ってくださいね。1体1体竜ですよね、大体いつも。自分もちょっとエントリーがちょっと不安になってきました。とこれはユリッチさんのチュンリーと鈴鹿さんのダルシムです。今1位と2位の戦いです。あ、じゃあ次は山本さんの竜と鈴鹿さんのダルシムです。あ、今日は山本さんチュンリー2体、チュンリー2体です。ちょっと今現在クレジットがないようです。
ゆりちさんのチュンリーが負けてしまって次山本さんのチュンリーです。同じカードが続きます。山本さん先ほど言われてたように五分のカードなんで山本さんぜひ頑張ってほしいなってところです。やっぱよく見るんですけど鈴鹿さんのダルシムはやっぱ間合い管理またファイヤーからの落としとかがとってもうまいのでやっぱり近づけないっていうイメージがよくあります。いや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 、これネルさんこれは山本さん、はい、やばいですよね。ああ終わっ、いや終わってます、しまってしまいましたね。やばいも何も終わってたの。そして次はロードさんの S 剣ですね。あ、ロードさんか。これ次鈴鹿さんに追いついちゃった場合どうなるんですか。一人で2個。あ、そういえばどうなるんですかね。これ今までないケースじゃないですか。そうここは審判のセロ様次第で。ロードさんの S 剣の後がまた再び鈴鹿さんのダルシムになってます。でもロードさんもこれまだ分かんないです。そうですね、やっぱりねこのなんかタチキック的なものがすごい私辛いなっていつも見てて思うんですけど、やっぱりこのダルシムS剣っていうのはやっぱり一発あればS剣チャンスありって感じなんですかね。 あると思いますよ。減りがS剣ダメージでかいですからね。S剣アッパー勝利で半分ぐらい減りますよね。そうですよね、根性値あんま効かないですよ、ね、このぐらいの体力差の時の S 剣って結構危ないですよね。あ、でもここの位置はさん頑張って、あでしっかりしてますね。やっぱりああいう上手い人ってダルシムでドリルキックとかドリル頭突きの使い方が上手いですよね。あ、そうですね、反応できないところで出してきたりとか。そうですね、実際ダルシム使ってみるとああいうドリルキックとかって出せないですよね。お茶丸さんじゃないですか次カルロ君。やっぱね日々のあれちょっと待ってくださいね。ポアトリンさん続いてポアトリンさんのしかもポアトリンさん今思いっきり私バルログかバルログですね。あ、そういうことですか。2周目にそういうことですね。あれ卒業じゃないんですか。あとフォアトリンさん自分にぶつかったの卒業しないですか。あーまあでもそうかランダムだから一応フォアトリン全員にはならないわけですね。がキャラ的には強いことになってそうですね人数的にでもそうなんですよね。フォアトリンさんちょっと練習中ですかね。失礼しましたちょっと失礼しましたちょっと大会のねルールについて話し合ってしまいましたと言ってる間に1本取られてしまいガン攻めでたるし票が足りないんじゃないか地上戦はするなって聞いてますけどすごい攻められてましたよダルシム。とりあえずもう空中戦でもうひょうひょういってりゃいいだけっていう話を聞いてますけどどうでしょうね。あれあれこっちだあーっと爪も取られて燃やされてという二重苦ですね。鈴鹿さんが勝ち抜いてで次が続きましてがですね一応ここでノブさんノブさんの剣ですね。ノブさんの剣白い剣ノブさんのノブさんの剣かな剣とダルシムこれはきついっすね。いやー剣ダルシムは剣かなりきついっすかね。竜と違って竜巻がないどうでしょうきついけどいけなくもないっていう感じなのかなと。竜使ってる側からすると竜巻っていう武器があるからいいけど剣からするともうそれこそ昇竜かそうですね昇竜か膝っていう膝ですよね。でもこう近づくのが非常に大変じゃないかなっていうもう、うん、判定がでかいと思います。竜の方がでも絶望的だっていう気がするんですけどねどうなんでしょうね、剣の方が有利な気がするのは僕だけですかね。いやどうでしょう竜だと結局竜巻で抜けられるっていう利点もありますからね、うん、
そうですよね。初代のヨガファイヤーは竜巻で抜けられなかったっていうことを最近思い出しまして、いやでも鈴鹿さんだらし素晴らしいですね。うわーきっちりいきますね。次俺じゃないですか。続いてそうですね、タストスさん龍ですね。さあ2周目も半分入ってしまってですね、半分入ってしまい、店員さんおしゃべりします。ぜひぜひお願いします。最近なんか噂のこの色の龍が多いっていう噂のね。この色って何ボタン？この色大キックなんですけど、寄っちゃいますか。いやーやっぱ龍もねダルシムきついんで、カオシムさんに開幕飛びが通ったら勝ちって言われました。まあ大概通らないですよね。そうなんです。でも1本目通ったんですけど勝利が出なかったんですよね。じゃああれじゃないですか、飛び通ったら勝ちじゃなかったじゃないですかっていうね、技術不足で。あーやばいやばい、これはやばい。続いて、ネロガイルさんですね。ネロさん、ネロガイルさんがガイルダルシムは結構やばいって聞いたことありますね。ダルシムはあれですよね、サガットとか終わってる組み合わせがあるっていうやる前からもうまずい組み合わせがあったりとかね。ダルシム基本的に不利になることがそこまでないですね。そうなんですよね。 X のダルシムは意外とどのキャラでも戦える、まあだから実質4強の一人ではあるんですけど、というか多分ですね、弱かったシリーズがあんまりないですね、X に限らず。あーそう、まあでもシリーズ通してダルシムがこんなに注目されてるのって僕初めてで、逆にダルシム、ザンギ、ホンダ、ブランカあたりはあんまりこう使う人がいなかったっていうイメージしかなくて、マイナーキャラですよね。そうですね、中でもダルシムは結構いなかったですね。まああれですよね、誰が使っても強いキャラではないですよね。そうそうなんですよね、すごいキャラ性能がやっぱり人を選びますね、うん、トリッキーな感じなんで、一つにあるまじき動き、どっちかというとヴァンパイア系な動きをするんで、で、ここで続いてピロスさんのホンダなのかな、ホンダ、ピロシホンダですね。最近メキメキとね上達して、もうあれですよ、横綱昇進も目の前だって噂の。ホンダはまあ伸びしろがすごいですから、このキャラは。そうですね、近づいてからがやっぱりホンダの本領発揮ってところで、まあものすごく苦手なキャラはいるにしても、根本的なでね、またねダルシムはホンダの苦手とする長距離戦に持ち込むにはちょっと機動力が足りなくすぎて離すに離せないんで、本当開幕ですね勝負が。じりじりとホンダにやっぱり近づかれてしまう。一度ダウンを取られるとまずいですね。そうですね、密着はもう何もできなくなりますね。無敵対空もインフェルノ以外ないんで、やっぱり開幕飛び込めてそこからすぐ終わりましたけど、いやちょっとでも今大百貫いっちゃって、一発入れればうまい、うわうまい、今のインフェルノ待って頭突き、さすがですね。やっぱり大関が近い、あれですね、横綱が近いっていう大関ですからね。続きまして友座さんのベガですね。友座ベガ、メガホンダ、ピロシホンダと友座ベガ、おこれベガ不利ですね多分。いやいや友座ベガですから、
そうなんですよ、言うても友澤ベガですね。何が起こってもおかしくないですよ。鈴鹿さんが今のところ、11連勝と。11連勝、すごいですね。この大会のルールはまあ、あれなんでランダムで当たるんで、そうです、運の要素もあります。まあ運の要素もあるんですが、このゲームなかなかね、いろんなキャラで勝ち続けるっていうのは厳しい感じなんで。そうですね。かといって毎回この回が同じキャラしかいないかって言われると真逆なので。そうですね。さあ、実質投げキャラ、おっ、さあここから、あ、最後は最高。いやいや、これあれじゃないですか、あるんじゃないですか。ありますね。トモさんもね、硬いですね、かなり動きが。そもそもガードが間に合う選択肢しか取らないですね、基本的に。まあそれが勝っていく上で大事なことではあるんですが、そうですね、ああいうところで今日振らないあたり、そうですね、かなり戦い方が、立ち回りが硬いですね。素晴らしいですね。でピロシホンダを撃破と、ナイトメアにて、続いて川島さん、あれ川島さんもホンダ、そのユーベガさんは結構火力で押していくタイプだと思うんですが、ユーベガさん、あ、ユーベガさんね、トモザさんは割とその戦法で勝っていくタイプ、あ、見てる感じは。なんかさんはもう完全にピオらせて勝つって感じ。やっぱね、同じキャラでも人によって全然動きが違ってっていうところですね。おっ、きっちり3段。この3段意外とね、難しかったりして。ね、私みたいな素人からすると、あの3段目のためがね、間に合ってなかったりするときがあるんで。そうですね。だからあんまり、みたいな若造だとキャンセルで出そうとするんで、そもそも出ないですね。あー、そうなんですよね。だから焦っちゃダメなんですけど、遅いと間に合わなかったりして。きっちり。この2キャラどちらも動きが速いので完全に動体視力の域にもなりますね。そうですね、もうジャンプが速いんですよね、この2キャラ。うお、今頭突き当てましたか。さあ削るか叩くか。あー、100列、最後100列張り手ですね。続いて、お、セロテフさん残技ですね。さあチャンプの前回勝ちました。前々回じゃないですか。前回は多分、あ、じゃあ僕がです。あーなるほど、そうですね、ロードさんが、そうですね、チャンプセロ様からね勝利を奪った。金星ですね。あの時は X しかやってなかったんでまだ良かったんですけど、もう5やるようになってから勝利を出なくなっちゃいました。あーやっぱね、複数のゲームやるとね、特に、いやー、ここは、あー、これね、これね、ホンダ有利なんですよ、組み合わせ。この場合、ザンギって多分対空が大事だと思うんですけど、ないですね、対空が。もうホンダの飛びが速すぎる。これですよ、これクライスクリュー、いかに、そうですね、いかにこれを何回決められるか、いかにスクリューを決めれるかですから。いやー、きっちり。あー、ホンダはこうやってね、待つだけで結構プレッシャーですからね。うわー、ホン
田は百貫ですね。競馬の差しを見ているような感じですね。一番最後に待って待って、そうですね直線でね、第4コーナーの後にね、みんなが疲れた時に差し込んでくる。ホンダのでも百貫って最初こんな技じゃなかった気がしたんですけど、もっと突進系の技だった感じで。続いて鈴鹿さんのダルシムですね。ダッシュじゃなくてターボか、ターボからついた技なんですけど、あ、はいはい、これ鈴鹿さんなんですけど、鈴鹿さん連勝してるんで勝ったらおしまい。はいはい、鈴鹿さん負けた場合はカーシム本田さんの連勝ってことですよね。ガードが間に合う。空対空がやはりダルシムの方が有利か。あー、暗い投げ、最後は暗い投げ、暗い折感ですね。差し込んでいきますね。その差し込みを相打ちで済ませたいダルシム側。あっと、ただ厳しいのか、厳しいのか。インフェルノは、おっと、さあ、やばいやばい、出してしまった。あれはかけてますね、刺さった。ここで予選は終了ということで、実質、勝ち数でいくと、1位の鈴鹿さんのダルシムと2位のゆりちさんのチュンリーですかね。いい試合じゃないですかこれ。決勝はそうですね、ゆりちさんのチュンリーと鈴鹿さんのダルシム。1P、2P 決めていただいて、お、そのまま続行。3先ですね。クレジット足りてますかね。ステージとしてはじゃあステージチェンジなしでフェロンステージこのまま続行ということで、 1P、2P も入れ替わりなしということで、このまま続行しますよと。ダルシムチュンリー、チュンリーが刺せるかどうかですね。多分ね、ジュンリー有利なんですよね。のはずですね。ただ、まあ、ダルシム守りが上手い方が使ってますから。そうなんですよね。そうやすやすと刺しに行けない。お、ピョらない。ピョった。上手い。完全に噛み合ってしまいましたね。そうですね、運は良かったんですが。そうなんですよ、やっぱ機動力ですよね。守りが硬いですね。あー、ピヨってしまった。ここでダルシムのデメリットが。そうなんですね、ダルシムはピヨりやすいっていうね、やっぱり。まずは一本選手はユリッチさんですね。ユリッチさんチャンプですからね。やっぱ余裕がやっぱりあるんでしょうか、ないんでしょうか。読みがすごいですね、これは。あー、削っていく。減らせないダルシムはきついですね。ダルシムは連続技ないんで、やっぱり地道に減らしていくしかないんですよね。いやー、ピオルリカバリー出てたが食らってしまい、最後は折感と。で、追いかけるように鈴鹿ダルシム取り返しで
1-1 ですね。ダルシムがここぞという時の読みがすごい。飛んでくるのをきっちり分かって、もう上にファイヤー吹いている。あー惜しい。今戦列いっとけば。うわピヨってしまった。インフェルノと、きっちりインフェルノ。春里側有利のはずですが、全然そんな風に見えないですね。いやでもね、互角に近い有利ですよ多分。四強は団子じゃないですかね、それぞれ多分。すごいですね今ユリチさんは、あのわざと壁側に投げましたね。やった、大転生。まあ根性値で減りましたね。そうですね、大転生はあの0フレなん、あ1フレなんで見えないっすね。あれは見えないっす。ピヨル減らせない。おっと3段、まあまあいいんじゃないですか。あ飛び込む。で続いてゆりちさん取り返しで 2-1、 ゆりちさん リーチですね。鈴鹿さん追いかけれるかどうかですね。いいですね、式ではあまり見られない決勝ですね。あそうっすね、チュンリーがこんな上がってくることがそもそもあまりない。そうですね、チュンリー使いいないんですよここ。そうです、ね、自分しか普段はいないです。投げるピオラナイト、うん、あっと減る。逆にチュンリーがピョってしまいましたね。しかもドクロだったんで。投げて投げてピョった。うーんきっちり3段、しっかりしてますね。次あ、Xゲーマーさんこんばんは、いつも動画ありがとうございます。さあユイチさんリーチです。お、本当ですね、ゆいちさんリーチだけど踏みに変えてきましたね。いや空対空がうまいですね。さあ、壁うわー、投げていく。そう、見事な、これでゆりさん、優勝ですね。はい、第20回3勝、式の放送道、優勝はゆりさん、チュンリーです。おめでとうございます。おめでとうございます。あのヒーローインタビューをお願いしたいんですけど、何度目でしたっけ、3度目のチャンプでしたっけ。あ、いやいやいや、式では3度目ですよね。式の細道で3度目かなと思うんですけど、4度目でしたっけ。まあ、チュンリーでは初ということで、ええ、すいません、一言じゃあお願いします。ありがとうございます。ちょっと予選で鈴鹿楽しみに2連敗して決勝で全部殺せたんで嬉しいです。ゴブ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 ゴ精進します。はい、はい、じゃあ来週も普通に行われるということで、はい、はい、10日、じゃあそうですね、来週10日ですね。はい、2月の10日来週はよしということです。はい、配信台でやっちゃおうかな。はい、じゃあ皆さんこの後の試合ということで適当によろしくお願いします。ありがとうございました。Okay.
Are you in?
Thank you.
Now he wins.
USA! Round
Round one, fight!
はい、では、配信の方終了したいと思います。本日もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。